日本愛知県岡崎市久保崎町久保崎町は愛知県岡崎市本町地区の町名。定番を持たない単独町名であるが、障子が設置されている。岡崎市西部本町地区では南西に位置する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。旧一万郵政役岡崎工場は土地。現在は MSD 株式会社が管理している。久保崎自動遊園 n 方群久保崎村の一部を前身とする。久し屋と村と国崎村の先を合成したもの。九百四十三年、万郵製薬は三流社の三種工場を買収して、久保崎町あざ、めぐみ富士に久保崎工場を 上六名町アザチャの木原に上六名工場を設立した。戦時中、久保崎工場は、ボーフラワー、ネスボさん、バンカインなどを主に製造した。万有製薬は、東京市目黒区の三工場を繊細で消失したため、第二次世界大戦後は岡崎が同社の生産拠点となった。百四十六年の全国のペニシリン生産量は二億八千万単位で、 うち1億500万単位が万有製薬の岡崎工場で生産されるほどであった。その後2006年末に岡崎工場は閉鎖された。ありがとうございます。